はい、皆さん、こんにちは。今回の動画ではですね、タスク整理ツール Notion で使用できるトレードノート用テンプレートを紹介します。今まさに画面に表示しているのがその Notion で作成したトレードノート用テンプレートなんですが、このトレードノートテンプレートは、クラウド上でスクリーンショットを含めたデータを保存できる便利なツールとなっているため、トレード記録をつけるいいツールがないか探しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。テンプレートは Notion のアカウントがあれば誰でも使えます。 アカウント自体はメールアドレスだけで無料で作成可能なものになっています。テンプレートの入手方法は動画の最後に紹介していますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。Notion はですね、一言で表すとオンライン上でタスクやプロジェクトを管理することができる Web サービスです。ランディングページをはじめとする Web サイトも作成することができるため、使い方次第では本当に様々な用途に使うことができる非常に便利なツールです。今表示しているのが Notion のサイトなんですが、 このようにですね、テンプレートも用意されていまして、例えばトゥードゥー管理であったりとか、こういったプロジェクトを管理するような画面というものもテンプレートとして提供されています。こちらはミーティングの議事録を管理するテンプレートですかね。その他、ドキュメントの管理といった形で、この中にドキュメントを貼り付けて管理することもできるので、文書管理に使うこともできます。 このようにいろいろな用途に活用できることがイメージしていただけるのではないかなと思います。今表示している画面は言語が英語になっていますが、これ言語設定変えることで日本語を表示にもできます。またこうした項目名もですね、日本語でタイプすることができますので、日本語環境で使うことが可能です。今回は僕がオリジナルで作った Notion 用のトレードのテンプレートがありますので、そちらを紹介したいと思います。 テンプレートの機能を解説する前に、Notion でトレード記録をつけるメリットデメリットについて解説していきたいと思います。まずメリットの1点目。クラウド上でのデータ管理。Notion は Web サービスです。まあ、仮に皆さんが使っている PC がクラッシュしてもですね、データはオンライン上にあるため、不足の事態によるデータ消失を防ぐことができます。2点目はデータの一元管理です。え僕は以前ですね、Google スプレッドシートを使ってトレード記録をつけていたんですが、 この Google スプレッドシートでトレード記録をつけていたときは、トレードの細かい情報はスプレッドシート上に書いて、スクリーンショットは Google スプレッドシート外に保存して URL でリンクさせるなど、まあ、データが一箇所にまとめられないもどかしさを感じていました。で今回紹介する Notion のテンプレートでは、トレード実施時の環境認識やエントリーのスクリーンショットと各種記録項目を一つのアプリ上でまとめて保存できるため、データの管理が非常に便利です。 3点目は Google スプレッドシートよりも動作が軽快という点です。Web サービスを使ってトレード記録をつけている方も多いとは思いますが、Excel とクラウドが合体したサービスということで Google スプレッドシートを使っている方も多いんじゃないかというふうに思います。僕自身も先ほどお伝えしたようにですね、Google スプレッドシートでトレード記録をつけていた時期もあったのですが、入力する項目やデータ件数が増えるにつれ、動作がもっさりとしている印象もあったんですが、 ノーションに切り替えてからスクリーンショットと共に保存してもサクサクと動いてとても快適です。一方のデメリットの方に関してなんですが、Excel に比べるとやはり集計の不自由さというものは残ります。Excel であればピボットテーブルや関数を組むことで自分が望むような集計やレポートを作成することが可能です。Notion でも関数が用意されていたり簡易な集計はできるものの Excel ほどの自由さはありません。 まあこのあたりは将来の機能アップデートに期待したいものです。一方、Notion はですね、Excel にはないデータベース作成、管理機能が備わっているため、複数のデータベースを連結して管理することは非常に得意です。このあたりは Excel が不得意とする分野なので、Notion は Excel とデータベース管理のいいところ取りができるということもできます。集計の不自由さは残るとは言ったものの、トレードノートで行う集計というのは、それほど複雑なものではありません。 また、Notion を知ってからは、デメリットをはるかに上回るメリットを感じたことで、僕自身は Notion でトレード記録をつけています。はい、それではここからはテンプレートの機能について説明をしていきたいと思います。テンプレートをインストールすると、このような画面が表示されます。今、5件のサンプルデータを入れているんですけども、これら1行1行が1件1件のトレードという形になっています。 そしてそれらがリストの形になって表示されているということですね。はい。そしてこの上のところにですね、いくつかタブが表示されていると思いますが、これらがビューと呼ばれるものでして、トレード記録を異なった記録で見るときのレポートとして捉えていただいていいと思います。例えばこのログというビューを表示させるとですね、すべてのトレード記録が表示されます。オープンというところを開きますと、現在オープンの まだ結果の出ていないトレードが表示されます。勝ちのビューを表示すると、勝ちトレードのみが表示され、負けのビューを開くとですね、負けトレードのみが表示される形になっています。月次レポートというビューを開くと、月間の損益を確認するための情報が表示されます。これについては後ほど詳しく解説をします。それでは続いてトレード記録を入力する方法について解説をしていきたいと思います。 新しくトレード記録を入力する際は、画面右上にあるこちらの青いボタンをクリックします。すると、新しく画面が立ち上がりますので、こちらにトレード記録を入力する形になっています。一番上にある行は、一見一件のトレード記録につける名称になりますので、わかりやすいものにするのがいいかなと思います。例えば、2023年の1月15日と、 で、例えばドル円のトレードを行ったので、まあ、ドル円といったような形で名称を付けていって、まあ、あとはですね、エントリー日付であったりとか、クローズした時にはクローズの日付ですね。それから通貨ペアの名称。あと時間帯っていうのは、東京時間、欧州時間、ニューヨーク時間といった3つのメインの市場ですね。こちらがドロップダウンで選択できるようになっています。はい。それからポジション方向。こちらはロングかショートかっていうところですね。 はい。えっ、ー、と、ロットサイズ。えー、結果のところはトレードがクローズした段階で勝ち負け、えー、もしくは引き分けが選択できるような形になっています。はい。それからエントリー理由であるとか、えー、トレードの狙いですね。それから良かった点や、えー、将来改善が必要な点。それからトレード実施前にはですね、損切りラインと利益確定の目標ラインを定めると思うんですが、まあ、それらの情報をピップスで入れることもできます。 そして、利学目標と、損切りラインをこちらに入力すると、それらの情報を元にして、計画のリスクリワードですね、が計算される形になっています。実績に関しても同じですね。また、不要な項目は削除することもできますし、必要に応じて新しい項目を追加することもできます。 これらの入力項目に関しては以前トレード力が向上するトレードノートの書き方という別の動画の中で詳しく説明をしていますのでそちらの動画をご覧ください、えー、ここではサンプルとしてデータを入力してみたいと思います前取り日付ですね、えー、例えば2023年の1月の月曜日ということで、まあ、16日を選んでみますでクローズはまだ、えー、クローズしてませんのでこのままブランクにしておきます えー、通貨のところは、えー、ドル円ということで USDJPY ですね、えー。それから時間帯として、えー、欧州にしてみましょうで。ポジション方向はロング、えー、ロット。例えばまあ1ロットであれば1ロット、えー。結果のところはまだブランクですね。でそしてまあエントリー理由であるとか、まあ、狙いといった項目っていうのを、えー、入れていきます。例えば、えー、利益確定の目標ピップスとして100ピップスですね。 で、損失のところ、えー、損切りラインとして、ま、例えば、えー、30pips、えー、というように入力すると、えー、この 100pips と 30pips を元に、リスクリーワード3.33というものが、えー、計算されるわけですね。さらに下へスクロールすると、スクリーンショットや文章を記述するスペースがありますので、こちらに環境認識やエントリー時のスクリーンショットを貼り付けて、当時どのように相場を見ていたかを書いておくことができます。はい。えー、入力は以上で終了します。 入力が終了しましたら、この画面の一番上にはクローズというボタンを押すと、入力が完了します。そうすると今一番上のところですね、に今入力した情報というのが表示される形になっています。次にデータの集計について解説をしていきたいと思います。データの集計に関しては、先ほどビューを切り替えることで集計結果を確認することが可能というふうにお伝えをしましたが、 ビューの中で表示されている情報をさらに絞り込んで表示するということもできますので、今回はその方法を説明したいと思います。現在、月次レポートのビューを表示しています。2023年1月のデータを見てみますと、今2件のデータが入っています。でそれぞれショートのトレードとロングのトレードが1件ずつという状態になっているんですが、まあ、例えばですね、1ヶ月間のトレードが終わった後に、ロングのトレードの成績だけを見たいという場合があったとします。 その場合はですね、このポジション方向の列をクリックしていただくと、まあ、ソートやフィルターといったメニューが表示されますので、今回このフィルターのところをクリックしていただくと、ショートとロングというチェックボックスが表示されますので、ロングの方にチェックを入れると、このようにロングのトレードのみが表示されるようになります。ですので、ビューで表示されている情報をさらに絞り込みたい要件がある場合はですね、今のようなフィルターを使っていただくことで、よりユーザー独自の え、情報を確認することが可能となっています。え、フィルターを外す場合はですね、こちらの今アークハイライトされているところをクリックしていただいて、チェックボックスを外すと、え、また元のように、え、ショートとロング両方のレコードが表示される形になります。次に集計の方法についても、え、解説をしていきます。え、例えばこちらの列、え、見ていただくと、ま、今はですね、この実績獲得ピップス、え、という列がありますが、 ここには今合計として110ピップスというように合計が表示されるという形になっています。こちらもですね、クリックをしていただくと、いろいろな集計方法が表示される形になります。まあ、例えば合計であったり、平均であったり、中央値、それから最小値、最大値といったように様々な集計方法が選べる形になっていますので、項目に応じてですね、まあ、どのような集計とするかを選択することが可能です。 また、ビューに関しては、テンプレートで用意されている標準のビュー以外に、ユーザーが独自で定義することも可能です。新しくビューを作る場合はですね、こちらのタブが並んでいるところの一番右側をクリックしていただき、一番下にあるこのプラスボタンですね、Add View というものを入力すると、こちらで新しくビューの名称を定義することができますので、まあ、例えば、ロングだけ、ショートだけの結果を表示するようなビューといったものも定義することが可能です。 また、月次レポートビューを使う以外にも、月間や年間単位での成績を確認するために、年と月で集計することが可能です。その場合はですね、まず集計をしたいビューを選択していただき、例えば今、このログビューを表示していますが、一番右の方にスクロールをしていただくと、年集計用、月集計用という項目がありますので、これらをフィルターすることで、例えば2023年のデータのみを え、表示するといったことも可能になります。なお、これらの2つの集計用項目に関しては、トレード記録入力時に、クローズ日付を入力すると自動で入力されますので、入力時に意識する必要はありません。それから、年が切り替わった場合の運用方法に関しては、ブログ記事にてスクリーンショットともに詳しく解説をしています。ブログ記事のリンクに関しては、動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも合わせて確認してみてください。 今回紹介したテンプレートは僕が運営しているニュースレターを購読していただいた方への特典として提供しています。ニュースレターではトレードに役立つオリジナルコンテンツや今回ご紹介したトレードノートテンプレートなどのツールを不定期で配信しています。登録は無料で可能ですので概要欄のリンクをご確認ください。購読が完了すると返信メールの中にテンプレートへのリンクとインストールの手順を記載した記事の URL が記載されています。そちらの手順に沿ってインストールをしてください。さて皆さんいかがでしたでしょうか 冒頭でもお伝えした通りですね、Notion を使うと管理したい情報とスクリーンショットを一元管理することができるため、非常に便利ですし、管理効率も格段に向上します。トレードノートの良い,いツールを探しているという方は、ぜひ一度使ってみて、その使い勝手を体験してみてください。最後に、このテンプレートいいねと思った方は、ぜひ高評価をいただけると、他にトレードノートで困っている方の助けにもなると思いますので、ぜひ高評価をお願いします。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。